こちらの句伝物は一部不適切な表現がありますが原文を尊重して読みますことをお断りいたします。霧隠れイカホの湯煙第一席足利の旗織りについて説明しています。用語解説公益大きな利益ざま 小窓のこと。飼い節。顔を追い払うために物をいぶすこと。戸田様。足利藩主のこと。さて、お話も次第に申し尽くし、種切れに愛なりましたから、何か良い買い出しがあるかと存じ、あるお方のお供で磯へ参り。 磯辺から伊加ほの方へ行き、誘歩方々実地を調べて参りました。伊加ほ土産のお話で、霧ヶ窟で伊加ほの湯煙という表題に達してお聞きに入れます。これは実際ありましたお話でございます。あの辺はおいおいと洋山が盛んになりましたが、これは日本第一の交易で茶と 糸の毎年の産額は実におびただしく外国人も大してこれをお買い入れますることで現に昨年などは外国へ2000万円から出たといいますがおいおいご勉強でございましてあの辺は山を開墾してだんだんと桑畑にいたし桑を作りますそれにまた 種紙をみを蚕に仕立てますゆえ丹精はなかなか容易なものではありませんがこのほとはだいぶ養蚕が盛んで田舎はにげやかでございます養蚕をあまりいたしません足利の方へまいるとここはまた墓場でございまして主に織物ばかりいたします高畑を並べまして旗織女の 五十人も百人もおりまして、並んで旗をおっております。旗織り女はどのくらいな賃金を取るものだと聞いてみると、実にわずかな賃でございます。旗織り女を抱えますのに二種あります。いつを短織といい、いつを年季と申します。短織りの方は賃金何円について何段織るという役上で、 すべて1年と定めましてそのおる人の熟不熟また勉強次第で主人の方でも給金を増すというとにかく家へおいてそのものの腕前を見定めてから給料の約束をいたしますまた1つの年期と申しますると1年も5年も7年も8年もございますが何十円と定めまして そのうち鉄金をやりますみな手金の前借りがありますそれで秋と春と暮れの色瀬でございますこれは旗織女を雇い入れますところの主人が持ちますので若い方が旗に艶があって良いというので十四五から十七八あたりのところがなかなか上手におりますもので三百六十五問目 と木綿が入ります七十巣ぐらいにいたしまして肉寿司などという細かい島などがございますよほど手間がかかります下は半掛けにいたしましてもこれを折り上げて一円のチンを取りまするのはなかなか容易なことではございません旗を折ります後ろの方に窓が開いております 足利あたりでは、大概これを東へ開けますから、なぜかと聞きましたら、東から入りまするは、冷風だと言います。よって、東へ窓を開け、これをざまと言います。夏、飼い節をいたします。この飼い節のことを、あちらでは、くすべと申します。雨が降ったり、暗かったりすると、まことに降りづらく、 何か歌がなければ退屈いたしますところから、旗織り歌がございます。大きな声を出して、見えもなく、みんな歌っております様子は、見ておりますると、なかなか面白いもので、旗が織りたや、旗神様よ、どうぞ火旗の折れるように、という歌があります。また、小倉織という織り方の歌は、 少し違っておりまかわいい男に新田山が良い小倉峠が寒しかろ新田の間に小倉峠というところがございますこれは桐生の人に聞きました林だそうでございますが少し地詰まりに言わなければ言えません桐生で名高き入山かき上げに番頭さんの女房になってみたいと 牛の時参りをしてみたがいまだに添われないトントンパタパタとやるのですがまことに妙な歌で「さて足利の町から三十一町行道山の方へ参ります道に江川村というところがあります」「ここに奥野木左十郎といって年六十になるごく型人がございます」 もとは戸田様のご家来にて大した高も取りませんが三十石ばかりは頂戴したもので明治の時世に相なりましたから何か商法をしなければならんというと旗場のことゆえ少しは慣れておりますからせがれの物助というを相手に織子を抱えて旗屋をいたしますると明治の初めあたりは おおいおい旗が下がってまいりだいぶ繁盛でお父さんもどうか早く物のすけに良い女房を持たせたいというのでお子の中で心がけのよい奥くのというがありまして親の眼鏡でこれを物のすけに沿わせると良いことにはたちまち子供ができました僧侶を妻吉と申して7歳になり次は 女の子一つでございます。第二席。ものすけは商売に行く時に泊まる料理屋である芸者と深い仲になります。奥野木ものすけはただ旗が折り上がるとちゃんとこれを畳みましてとじ糸をつける。あれもまた一役ですっかりできたところでこれを持ち。 高崎や前橋の六歳一の立ちまするところへ行って売るのでございますが前橋はひとしきりだいぶ繁盛でございましたただいまも盛んでありますが料理茶屋の良いのもあるその中で藤本といううなぎ屋で料理をいたすうちがあります六歳が引けますると物助けはいつもそこへ行って泊まりますが一体贅いたもので 田舎の魚は食えないなどということを普段申しておりますところがこの藤本は料理が一番良いというので六歳一の前の晩から明日の一の時も泊まりだんだん馴染みとなり友達が来て泊まるというようなことになりましたするとこの藤本の抱えで小滝という芸者は元東京浅草 猿若町辺りにおりまして大層お客を取りました芸者でまだ年はいかんが利口者で色男ゆえに借金ができて仕方なしに前橋へ住みかえてきましたが当人はいつまでも田舎にいるのは嫌で早く東京へ帰りたいと思うとお金が欲しくなってきますすると遊びに来るときなどには誰しも うちに大ほらを吹きます「ものすけ今度は何千単持ってきてどこへ何百単置いてここへ何百単渡して金を何百円持って帰る」というように大行なことを言うから小滝もこのものすけを金のある人と思いますと小柄はあまり悪くはなし。 年は33で、おとなしやかな人ゆえ、この人にすがりつけば、私の身の上もどうかなるだろうというと、こちらはもとより、東京の芸者というのを当て込んでかかりましたのだから、ついしたことから、深くなり、うつつを抜かして、寝泊まりをいたしましたことも、たびたびなれども、定女というて、恥ずかしからん、ものづけの女房、 奥野は仮初めにも嫌な顔をしません。いくら夫につらくされてもさらに気にも留めずかえって夫の不始末をお父さんに取りなし奥野私はもとはこの家へ旗折りに雇われた奉公人をこうやって若旦那に沿わしてくださるとは妙が至極のことお父様のお眼鏡にかない。 このうちの女房になり、子供までできましたから、若旦那様にいくら辛くされようとも、元の身分を考えれば、何も言うところはございません。それは男の楽しみゆえ、一人や二人、女のあるは当たり前。と、諦めているをいいことにして、物助けはちっとも家へ帰ってきません。しまいには増長して、 うちのお金を持ち出して遊びに出て小滝に入れあげてしまいますのでおいおい借財ができましたが親父はやかましいから女房を置くのが内々で亭主の借金の尻をつくのっておきます。この置くのは年27だが関心なもので亭主の借金をポツポツ内緒で 返すつもりで働きまするのだが、夜鍋をかけても一旦半折るのは、よほど上手なものでなければできませんのを、置くのは一生懸命に夜鍋をかけて、毎日二旦ずつ折り上げませんと、亭主のこしらえた借材が払えないと、精出してやっております。そういう結構な女房を持っていながら、 物助は心得違いにもとうとう多分の金を持ってかの小滝を見受けいたしました。もっともその頃のことゆえ見受けといっても旅の芸者は安かったものでこまこました借金を残らず払っても120円もあれば収まりがつくというくらいのもので藤本の方をきれいに決まりをつけて 小滝を連れてきましたが、家へ入れることができませんから、足利の栄町63番地に、ちょっとした空き家がありましたから、これを借り受け、ままごと女体のように、小滝と2人で暮らしておりましたが、小滝は何かうまいものが食べたいとか、ああいうものをおらしてきておくんなさいというがままにして、 物助は、家へ行く料見もなく、差し向かいで酒を飲み、小滝の爪引きを聞いて楽しんでおりますうちに、商売を怠けているから、借金に責められるが、持ちたての女だから、見え張ったことばかりしております。第三席。ある日物助は、取引のある自兵と一緒に飲んでいると、 小滝について気になることを言われます。用語解説。鳥禅。二人だけで一つの禅に向かい合って食事をすること。元下町というところに相模屋という料理茶屋があります。これはあちらでは一棟の家でございます。ある日のこと、桑原治兵衛という田舎へん物を下ろす人と、 物助と差し向かいで一ちょこやりながら、治平衛。ものすけさん、君いねえ。何もかも心得のある人となり、前々はまず戸田様のごはん中であって、大将を刺した人に向かって、僕が失敬なことを言うようですみません。どうせ君の気に入る前が、君の債君のようなものを持つは、 実にこの上ない幸福だと思うが奥野さんの心がけっていものは別だねその代わり田舎育ちだからグズだと言うわどうもまあなんかその言うことがわしも田舎者だから田舎のおひいきをするってわけじゃないが言葉が違うのであんたの気に入らんか知りませんけれども亭主の留守を守るのが 細君の第一の務め家事を収めるのが当たり前のところだがいかにもその奥野さんの家事の守りようが真実で無駄のないようにして織子の手当から織り上げさせてからに自分ですっかりとじ糸をつけてすぐに六歳へ持ち出せるようにこしらえておくのにあんたは少しもうちへ帰らねえのは 心得違いでありましょう。もっとも今じゃ別になっておいでなさるからうちへ行くこともありますまいがお父さんは義理があるから奥野さんにあれはうちへ寄せつけないというまた奥野さんは舅の機嫌を取ってあんたの借金の型をつけるってことを僕はこの間聞いてて落類をしましたが。 本当に感心な心がけだと思えました。あんたも子はかわいいだろうね。ものすけ。へへ、このかわいくないものはありません。それはね、君も惚れて大金を出してからに身請けまでした女をよせというのは、僕が合議に失敬なことを言うと君は思うかしれんが、あの、 お滝を君に持たしておくのをよさせたいね。義賀前君のためにならんから。誰もそう言うがどうも自分のすいた女とひととこで取りぜんで飯でも食わなけりゃつまらんからね。何も熱くなっているというわけじゃないが僕の方からおくのをすいて持ったわけでもない。親の意を背かずに。 嫌な女だけれども仕方なしに持ったが自分のすいた女を愛しているのがまあ男の楽しみだからねそれは楽しみさ何も僕が君の楽しみをとどめるってわけではないがいかにも君のイ君の心になってみると僕は君の楽しみをとどめたいねあの おたきなるものは君の前でおたきと言ってはすみませんが僕もあれが芸者でいた自分23度買ったこともあるが奥野さんのようにああやって留守を守って堅くして亭主の借金なしまでして留守を守っているようならよろしいがなかなかあれは守らんぜミップのあること君知りませんかえ え、誰が誰が?」。「誰が」誰がと言うて顔色を変えてうっかりしたことは言えないしかとこれはというしもなし何も僕がその密布と一つねをしていたところを見定めたわけではないけれどもどうも怪しいというのはとうからなじみの男に相違ないようだ。 君の前で言うのは何だか本当にあれが君を思って丁寿を立て通す気かもしれないが君のところへ松五郎という者が遊びに来ましょう。なにあれは東京の駿河台あたりの氏族でまだ若い男だがおたが東京の猿若町で芸者をしていた自分にひいきになった人で。 今落ちぶれてこっちへ来ているというので福井町にいると言って時々遊びに来るから僕も酒を飲み合っているのさ。第四席治兵衛の忠告を受け物助けも小滝を疑い始めます治兵衛君は気づかずにいるんだかね君の留守へあの松五郎が来て お滝と差し向かいでで飲んでて、僕の入ろうとしたのを気づかないようだったからスッと外して出たがその後両度ほど松五郎と差し向かいで酒を飲んでいたところを見たが何も差し向かいで酒を飲んでいたから密通をしているというわけでもないが実は色を売っていた芸者のことだから何とも言えないのさ。 それに君も崔君に苦労をかけて駒である身の上で負債もかさんでいられることだから日頃ご婚姻にいたすによって申すのだがいらざることを言うと君に愛想を尽かされて立腹を受け再び取引はせんと言われればやむをえんが全く君のおためを心得るから言いますのでありがとう。 そういえば、あの松五郎はたびたび来ます。たびたび来ましょう。私、あいつ、ただ起きません、へえ。それは悪い。顔の色を変えて、ただ起きませんなんて、刃物三昧をするのは、時節が違いますよ。なるほど、あんたは元戸田様のご飯中だが、 今は畑屋だから畑屋らしいことをしなければなりませんよ。原の余左もんもおりますから、誰かわかるものを頼んで、手よくあれを東京へ返すとか、または他え縁づけるとかして、話し合いで分かれんといけませんぜ。向こうで君に惚れて、どこまでもいる両見か、または出てえ了見なのか、それはわかりませんが。 君もそう思ってはもうそっちゃいられますまいお亀八目だがいえどうもご真実かたじけないなるほど浮気家業の芸者だからちっとはしましょうけれどもわしが大金を出して多分の金をある身の上ではないがあの借財を返してやり受け出した恩義もあるからよもやと思います。 あの時などは手を合わせて私は生涯ここに芸者をしていることかと思いましたがあなたのおかげで足を洗って素人になれましてこんな嬉しいことはない時節が違うからベンベンといつまでも芸者をしている心はありませんと言って拝んだこともありますからこの恩義は忘れまいかと思いますが どうしたらよかろう。二人の悪事を見定め、どうかして松五郎と密通しているところへ踏み込んでやりたいね。じゃあ、こうしたらどうだろう。君は時々松五郎をうちへ呼んで酒を飲み合うだろう。じゃあ、どうだい今夜は寂しくって、夫婦差し向かいで酒を飲んでも面白くないが、 東京の人の言うことは面白いから、松さんを呼んできなと言って、遅くまで飲んで、読み鹿の時分だから、泊まっておいでな。これから帰るったって、独り身のことだから、浄路街でも始めるとよくないと言って、無理に止めてさ。あんたが橋の方へ寝て、真ん中へおたきを寝かして、向こうの橋へ松五郎を寝かして、 あんたが寝たふりををしてていいいびきをかいている。そのうちにおたきが真ん中にいるからもしわけがあればそれ夜中に向こうの床の中へ入るとか男の方からおたきの方へ足でも突っ込めばあんたが羽をきて2人を押さえつけ実はこういうわけのあることを知っているからてめえを呼んだのだと言って。 長野市をつけてくれてやる。俺も男だ。元より芸者の浮気は知っているから。てめえにくれてやると言えば、銭いらずにことが済むから。そうしてあんなものは、早く恩出してしまって、どうか奥野さんをかわいがってあげんなんし、よくねえよ。まことにありがとう。しかし、 僕が言ったと言ってはなりませんぜ。いや、ご親切、誠にありがとう。と、真実な自閉の言葉に感じて、宅へ帰りました。第五席、ものすけは、早速、松五郎を家に呼び、三人で飲みます。その翌日は、ちょうど5月の6日で、ものすけ、 今日は松五郎を読んで一杯飲みたいと手紙を書いて松五郎を呼びにやると早速参りました。ものすけ、なんぞ梅へ魚はねえか。というのでこれから三人で酒を飲み合っているうちにものすけが気をつけてみるとどうも二人の様子がおかしい。気がつかずにいればそうでもないが 疑念を起こしてみるとすることなすことおかしく見えます。ちょいと見る目遣いの時に目の玉が同じ横に行きながらも松五郎の方を見る時は上の方へ行くが僕の方を見る時は下目でなんだか下げ澄んで見るような目つきだ。土壌の抜きを皿へ取り分けるにも僕の方には卵のかからないところをよこして。 松五郎の方へばかり担当と卵のかかったところが行くといちいち気になってきます。こうやって僕にばかり杯を刺すのは僕に酒を勧め酔わしておいて寝かしてからあいつの方へ行く了見だろうと思いましたからなるたけ酒を飲まんようにしてお膳の隅へ開けてお滝に杯を刺し女を酔わして。 堕落させようと思い、しきりに酒を勧める。その心のうちの戦いは、実は修羅道地獄の境界で、三人で酒を飲んでおりましたが、松五郎は調子のいい男で、どうも大きに酩酊しました。もう置いとまをしましょう。置いとまをしましょう。物けまあ、良いじゃないか。 今夜は泊ままって行きたまえこれから福井町へ帰れば貸し座敷と言ってもあんまり良いのはないが色を売るところことに君は独り者だから遊女にでも引っかかるとつまらんよ一つかやの中へ入って三人ごったにお泊りよおたきお泊まんなさいよお前さんは独り身だからよほど遊ぶってことを聞いたが つまらんおわしを使って損が立つばかりではなく第一体でも悪くするといけないしそれによっぽどもう遅いよ確か1時でしょだからさ止まって行きたまえと無理に引き止め片端へものけが寝て真ん中へおたき向こうの端へ松五郎が寝まして互いに枕をつけるとものすけは 胸に一物ありますからわざとグーグーといびきをかいておりますが少しも寝ないどうして嫌がるか見てやりたいと目を眠っていながらも時々細目にあいてわざとむにゃむにゃと言いながら足をバターリとやるついでにぐるりと寝返りを打ち仰向けになって横目でじーっとおたきの方へ見当をつけると おたきはすやりすややりりと寝ている様子松五郎もグーグーといびきをかいていますから今におたきがあっちへ行くにそういないと思っているうちに次第次第に夜が更けてくる渡良瀬川の水音を高く聞こえるようになると我慢して起きていたいが飲める口へ少し過ごしたのでついトロトロと物すけが寝まして と目を覚ましてみるとおたきがへっついの下をたきつけていてもう夜が知らんで松五郎はおりませんからああしまったと思い物付けおたきおたきあいまっさんはどうしたえあのまことに何だからおいとま声をしなければなりませんけれども 少し用があると申して早く帰りました。また四五日うちに来ると言いましたよ。はあそうか少し頼みたいことがあったのにああ眠い眠いなぜこのごろはこんなに眠いんだろうとごまかしておりましたが何でも俺がとろりと寝たまに合いびきをしたに違いねえと 疑心が晴れませんからまた一日置いて松五郎を呼び酒を飲ましていつもの通り茅を釣って三人の床を述べ物助は仰向けになって横目で二人の様子を見ながら空いびきをかくうちに後の二人もぐーぐーと寝ています時々細目に相手は見ますけれども二人ともそばへ寄る様子もありません おたきはものすけの方を向いて寝ております。第六席松五郎を家に呼んでも、ものすけの思い通りに行かないので、ものすけは東京に行くと嘘をついて様子を見ます。用語解説肺小や肥料に使う灰を溜めておく小屋表付き わらやとなどを編んで、下駄の表につけたもの。バラフべっの黒いまだらなはん。助は、二人の様子に目をつけているが、どうしても知れない。なんでもこれは、明け方人の起きる時分にどうかするに違いない。今夜こそは、と心をしめているうちに、 だんだん眠くなってきたからももをつねったり鼻をねじったりして我慢しても次第に眠くなる酒を飲んでいるからいけません明け方になるととろとろと寝ましたああ、しまったと目をあいてみるとおたきはへっついの下をたきつけていますがまつごろうはおりませんものすけおたき おたき、愛、松こうはどうした早く帰りました。少し用があるんだっけああ、また明日呼ぼう。と言って、同じくやってみたがいけません。悔しい悔しいと思って、ふと考えついておたきを呼び、おたき、俺は東京へ金策に行って、ことによると、 横浜へ回ってくる。と家を出まして、磁気金村の太田のしるべのうちにいて、日の暮れるを待って、そっと土手伝いに我が家へ忍んできました。畑には、霧を作り、体重が何十本となく植え込んであり、下はいっぱいの畑になっております。裏手の背後屋へ身を潜め、耳を引っ立て、 うちの様子を聞いいてておおおりりまますす。と、おたききが爪引きで何か引いておりますこの爪引きが合図に相違ないと思っているうちに世は次第に老け渡り「しん」といたすとどこの寺の鐘かかすかにボーンと聞こえもう十二時少し回ったかと思う時刻に入ってきたのは村上松五郎というおたきの色男で。 その自分はままだ曲げがありました。細かい島の足利織ではありますがちょっと気の利いた糸入りの人獲物に根献状の帯を締め表付きののめりの小間桁を履き手ぬぐいをちょっと頭の上へ乗せ船のところから入っていく後ろ姿を見て「ものすけうん松五郎か来たなあうん」。 と、息を殺して中へ入る様子を見ておりまするとガラガラと上総堂を開けると土間口へおたきが出迎えお入りなさいよと座敷へあげましたおたきは色男に会うのだからうれしい世にいれば寒いなれども5月初めというので南部の愛の子持島の合わせをすできて 頭はだるま返しという結び髪に平手の金管を刺しバラフの譜の切れたビ瓶串を横の方に刺し年は21でくっきりとあく抜けの下良い女でおたきどうしたえ私の手紙が行き違いにでもなりゃしないかと思ってどんなにか心配したよ松五郎 いい塩梅に僕の手に入ったが「いやだまあ、東京へ行ったじゃねえか」「いいよ私は本当に案じたよ」「お前の起用が遅いから待ちぼうけはつまらないと思ってたがよく来たね」「何ね少しお金のできることがあって東京へ行ったんだが一体働きのない人だからできる気遣いはないよ」 誰ががいそれと金を貸すやつがあるものかねきっとできやしないが200両を借りてくると言ったから10日や15日は帰るまいと思うよ。隣は当司本当に守備がいいのだよ。だって決まりが悪くってならねえんだ。これが勘づけやしねえかしら。大丈夫だよあんなデレスケだから。 気のつく気遣いはありゃあしませんよ」というひそひそ話を窓の下で聞いておりましたものすけは腹を立て「俺のことをデレスケ呼ばわりをしてやがる」「罰当たりめ」「前橋の藤本で手を合わせて私を受け出して素人にしておくんなさるこのご恩は忘れない」と言いやがったことを忘れたか」と ぐーっと勘が高ぶってくると額に青筋を表し唇を震わしふんごもうかと思ったがいやいや2人枕を並べているところへふんごまなければやり損なうと思いましたからなおそっと窓の下にぼんやり立っているとヤブかと毒虫に刺されるのでかゆくてたまりませんからかきながら様子を立ち聞きをしていました。 第ものすけの予想通りおたきは松五郎を家に呼んでさらにものすけの悪口を言っていますおたき何にもないが魚屋に頼んでおいたからちっとばかり赤貝を持ってきたからお上がりななんだかどうも心配だな大丈夫だよ お前が前橋へ来た時には私は貧乏していたが縁というものは妙だね私が芝居町で芸者をしていた自分にまだ私が十五六で下じっこでいた自分からお前さんにおかぼれをしていてみんなになぶられているうちに一度が二度あいびきをするとその自分にはいくら私が惚れたって お前さんはまだ殿様株で立派な気の詰まるような人でありましたが思う念も遂げられたけれどもそれがため借金ができてこんな田舎へ出稼ぎするような身になって前橋にいた時にもお前さんに会いたいばかりで嫌だけれども物付けを金持ちだと思って来てみればやっぱり金はありゃしないんだね。 あの時はあるふりをしていたからこの人にとっつかまっていたらまたお前さんに会える時節もあろうかと来てみると立派な女房もあるんだよこれまであんまり道楽をしたとか言うのでうちへも帰られないでこんな汚い空き家を借りて書体を持たしてジジムさいったってお前さん かやぶき屋根から虫が落ちるだろうじゃないか。本当に私をひかしたって亭主ぶって子に暮らしいのだよ。こないだの晩もいろいろ話したいことがあるんだけれどもできないというのはねものけが寝ていていびきはかくが時々動いたりバタバタしたりして気味が悪いからじっと我慢をしていたが。 本当にマッサンいにくいと思っておくれ。お前に会ってこういうわけになったから、ものすけが嫌になって、何かあいつに言われると、本当に身の毛立つほど嫌なんだよ。しかし大金を出して、私の身を受け出してくれた恩があるから、黙っているけれども、実は嫌なんだよ。私は半年でもお前さんと、 夫婦になれなれなれけりゃかいよ。もし夫婦になれなければいっそ死んでしまうつもりだよ」と「話している」を聞きものすけはいっそ怒りを増し「畜生命畜生め、芝居町に元いた自分からくっついてやがったんだ俺と口を聞くのも嫌だってやがるうーんあいつに会いてえばっかりに 俺をお客にしてだましやがって畜生めうんとあんまり腹が立つと鼻がふうふうなるから自分で鼻を押さえなおも身を寄せて立ちにくとも知らずおたきちょいとこれを食べてごらんよ嫌なら半分食いかけて残したっていいよお前の食いかけが食べたいんだよ お前に会うとなんだか私はわがままになって変になっちまうんだよ」と言ってここを出るわけにもいかずどうかして物のけが死ねばいいと思っているのになかなか悪しゃで死なないのだよこないだもお腹がひどく痛むと言うからいい塩梅だこれらになるのかと思ったというは悪いお刺身の 少しべとつくのを食べたから、ちょうずばへ二度も行きや大丈夫だと思ってると、一日たつとさばさば熱がとれて、さっぱり治ってしまったから、私はがっかりしてしまったのさ。「畜生、亭主の病気が治って、がっかりするやつがあるものか、」と、もうこらえかねて、短い脇差しへ手をかけ、 抜きかけて土間口から入ってくるとも知らず、奥では一杯飲みながら、松五郎の膝へもたれかかり、それを私に半分飲ましておくれよ、と、一杯の酒を飲み合い、もたついているのを見たからたまりません。普段おとなしいいい人の怒ったのはひどいもので、物をも言わず、がらりと戸を開け、中へ飛び込み、 片手にぬきみを下げて入るとまだ根はいたしませんお膳の前でぴったり寄り添って酒を飲んでいるところへ飛び込んだから少し間合いが早かったけれども我慢ができませんから松五郎をめがけて切り込むというこのことが騒動の始まりでございます。第8席へ続く